では早速曲をやろうと思います。聴いてください。するときとかにファミレスとかでいつも作詞するんで、隣の席ね、聞き耳立ってるわけじゃないんですけど、
れるかもしれん、別れた時も自分はこうするんだと。んで、まあ、もし娘がってこう一緒に暮らすとか共に過ごし生きていくようになったらこうするんだと、そのいい方も悪い方もしっかりと心を決めてした時に、まあ、怖いものはないって言ったらすごい大げさかもしれないですけど、こうここで決まって今っていう時を見れるようになるんじゃないかな。でその今の1分1秒を大事に積み重ねていくことが、未来につながるんじゃないだろうかと、まあ、そんなことを思いまして、作った曲聴いてください。未来Thank you.